私、とんかつ食べたいの。いや、別に。まあ、でもいいよ。あれ、マックが先に出てくるの？そっか、あれ出てこないか。多分反対方向だよね、いつも。知らん。ミルマックって。何書いてんの？わかんない。あ、まだ入ってないの。ん？実際の標識や交通規則に従って運転してください。邪魔なの？ゴミがいっぱい。だいぶ何食べたいのよ。そう言ったら騒がなくて寿司ちょっと使いすぎ今回。そうね、我慢しましょう。まだ明日もありますよ。どうする？お店行く前に寄って行っちゃった方が楽かな。どっちでも多少まあ冷めちゃっても、そのマックがどこにあるかよくわかんないんだよね。それを俺に言われても、これは？一応だからマックやるドライブスルー？あ、だからわかんない、中で買うかもしれないけど、うん、こっちだけあっちか、うん、半日ぐらい使ってる計算だよ。うん、半日って24時間の半日じゃなくて、普通にこう行動時間の12時間の半分は使ってる。うん、まもなく左方向。
行けると海岸側は車であそこまで。ああ、あそこまで。真正面がその黒部名水ポークのお店のところの T 字路のっていうかな、多分あれそう、キトキトとか行った時、お寿司食べに行ったところかな。なんで広島在住茨城県民が富山のマックの場所知ってんだよ。体重の茨城県民だよ。なぜ富山のそのマック事情をしてThank you.
どうしてもマックが食いたいんでしょ。まあ食べたいけど、徐々に徐々になんかね、あのクロブのお店が迫るにつれて、あ、バイヤー行きたいなって気持ちがすげえ強まってくる。バイヤーでも高いでしょ。まあ、高いけど別に美味しいかわかるけど、未だに楽天のポイントとか、証券で残してる金を使うような状況では今のところないから。来月のカードの支払いはね、来月っていうか10月の27日の支払いは15万ぐらいだ。あと今日休みや。10月の支払いは15万ぐらい。一部1万円以上の買い物のイオンのやつ分割にしといたら14万9千いくらかな。10月の支払いは余裕がないわけでは全くないので、まあ来月からはキャンプですので、しばらくそうねって考えると、まあ、別にバイヤーでも大丈夫ですよと。楽天の証券の方には今5万ぐらい入ってるし、楽天ポイント2万ぐらいあるし、計7万ぐらい余裕があって、お財布の中にまだ1万円以上あるし。まあちょっとね。って言ってももうだって支払いの方はもうほぼほぼ宿代とかはもう先に済んじゃってるから。支払い分はね。はい。なんでザザってくる。いいですよ。この前食べてないのがキトキトでちょっと失敗したねって言ってた。その前が名水ポークでしょ。攻撃の出会いだったのがそこだ。まあまあ、あのね、小杉がね、やっぱりあのもう一店舗の名前忘れちゃったけど、この前、あれこの前も言ったんだけど、小杉の方がね、やっぱりあれこれ、このままだとお店行っちゃうのか。お店でマックってどこ、あ、マックって違う、違う、どうする。どっちもいい。ただまあまあ、ここは広島でもあるでしょうねって考えると。じゃあマックとコンビニで安くって飲む。マックとかで食べるってなったら、その広島にできないよね。できないって言った。マックでいいんじゃない。マックがいい。マックとあとおにぎりかなんかコンビニで買って。パン屋と比べても。なんでそれ。50代ですね、もうちょっとで僕自体があるけど、で、ね、一回お店行っちゃうの。マックとかだったら一回寄ってった方が、でも反対方向なの。どこも考えるの。60代だよ。で、一回お店行っちゃう。もういいんじゃない。もう一回改めて考え直してあんまりでものんびりしてると、谷崎さんと話したらすぐ出るぐらいの気持ち。肉がいいんだったら、とんかつ、まあ、とんかつもあるだろうし、やっぱりとんかつの方が遠い、近いんだよね、名水。まあね、マックはマックで買って帰ってるでしょ。そう、一人食いすぎじゃないですか。マックの何が食べたいの。わかんない。仮に、まあ、照り焼きが食いたいんだったら、照り焼き一個だけ買って食って、それであの腹膨らませてパン屋行けじゃん。ああ、安くなんでちょっとだけお腹膨らませといてパン屋っていう手もあるじゃん。
聞いてる、うん、それだったら私もマック食べずに番屋行くわって話だね、きっとそりゃそうね、よ行くなら、わかんない。ねえ、曲がるの違うんだよね、それ。ん？何？そんなことなかったよ。そんなことない。そっちはね、もう行ってもらおう。なんで、もう行ったの、もう一つか。もう一つじゃん。時間がわかんなんだよね。あ、でも6時だよ。6時だけど、でもこの前調べたら意外と早く終わっちゃうねって、ちょっと早めに行ったんじゃん。で、マックとコンビニがいないの。そう。そういうことなの。前カツカツなんとかだっけ、カツベどっちが、隣がなんか同じ系列にうどんとかうどんものって書いてあったな、9時半あ、そうなの、そうなの、この前のコロナのもあって、今もそうだけど、ちょっと動かない。ラストオーダー8時半、カツ？いや、なんで？いや、マックでいいじゃん。え、なんでだよ。じゃあ、マックでいいじゃんって。いや、とんかつじゃ寿司って言うから。うん、だって、そもそも言ってたじゃん。肉に行くって来てるから、そろそろ魚はねって。フィレオフィッシュとか言うんでしょ。でも、お腹すいた。だからマックで、なんだったらそこのファミマでサンドイッチも食ってりゃいいじゃん。
カフェマンまだダイエット中なんかね。ダイエット中？なんか少し前にほら炭水化物夜食べないとかやってたって言ったじゃん。頻繁に富山に行くことになるかな。うん。いや、日本広すぎ。あの奥に固まるだろうな。もう見えない。一瞬見えるようにするっぽい明かりが。左方向です。およそ700メートル先、左方向です。曲がんないよね。曲がだから、うん、あ、立橋越えたらすぐ左になってくるんで。なんなんだよ、ここ来るといつも現地でスピードは。立橋越えたんだよ。いや、立橋越えたらすぐだって言ってんだよ。何回言うんだよ。すぐ左だっつってんの。くぐったね。だからそうだよ。左方向です。その先くぐったらすぐ左でしょ。